ふぬけた考えは跳ねつけねばためにならん。姫も国を思って、いろいろお考えなのです。正直申し上げて、困惑させられることも。姫。どうだかな。姫。未熟な娘を、どうか支えてもらいたい。姫。ああ、何、アベラルド。お疲れですか。ううん、大丈夫、ありがとう。あれは流れ星。そうですかね。なんか変だわ、行ってみましょう。姫。アベラルド、急いで。あ、はい。さっきのは一体何？姫、夜の森を移動するのは。もう少し近づいてみましょうか。あまり得体の知れないものに近づいては。大丈夫よ、あの。隠れましょう。あれは何です？わからないわ。もう少し近づいてみましょう。危険です、姫。様子を見るべきです。人、まさか。あれは乗り物よ。空を飛べる乗り物なんだわ。そんなものが。な、何？あれはラーカスの森で最も凶暴な生き物です。助けないと。アベラルド、喧嘩して。姫、ちょっと。これを使ってください。なんだこりゃ。早く拾え。死にたいのか。なんだか知らねえが、お味方登場ってとこか。悪いな、借りるぜ。敵の確認。こちらはお任せを。反対側をお願いします。切り裂け。呼吸は立たない。はっ。何中の様子だ。ご無事ですか。助かったぜ。手ぶらじゃあんな化け物とても。貴様、何者だ。おっと、自己紹介すれば見逃してもらえるか。このご時世に得体の知れぬものに乗って現れた男を簡単に逃がすと思うか。乗り物だって理解できるのか。まさか地上から俺たちを撃ってきたのはお前らか。長距離通信コネクト、
アントニオ・ローレンスとの亜空間通信を接続。なんだ。レイモンド、こちらアントニオだ。聞こえてるのか、レイ。無事か。まだ仲間がいたのか。出てこい。この通信はレイモンド・ローレンスからじゃないのか。姿を現せ。おい、俺の弟に妙な真似したらてめえの星ごと吹き飛ばすぞ。レイモンド、どこにいるのか。おかしいわ、声がするのに人の気配がしない。なあ悪いが、あれに返事だけさせてくれねえか。他のことはあんたたちに従うから。いいでしょう。姫、伏兵がいるなら私たちを襲う機会はいくらでもあったはずよ。どうぞお返事をなさってください、レイモンド・ローレンスさん。どうもお姫様。ついでにこのやかましい従者さんを遠ざけてくれるとありがたいんだが。何を。私はあなたとは良い関係を築きたいと思っています。あなたがどういう存在であれ、その乗り物について詳しく教えていただきたいので。そんなことならお安い御用だ。命あってのものだねだしな。兄貴、俺だ、レイモンドだ。レイ、無事なのか。無事とは言えないな。連邦の戦闘艦に襲われた。イーダスは木っ端みじんだ。なんだって。俺はアスター星系第4惑星に緊急降下し、現地住民とコンタクト中だ。この通信も聞かれている。何。クロエも同じ星に来てるが、ポッドがダウンしてはぐれちまった。他は全員行方不明だ。一刻も早く救助に来てほしい。レイモンドさん、アントニオさん。この声が現地住民の声なのか。私の質問に正直に答えていただければ、レイモンドさんの身の安全は私が保証いたします。あなた方はバイル帝国の方なのですか。いや、聞いたこともないな。口から手任せを。アベラルド、仲間がいると言いましたね。その方は今どこに。これと同じのに乗ってきたが行方不明だ。あっちのずっと遠い方に落ちたはずだ。その乗り物は誰でも動かせるものなのですか。まあ基本的に誰でも使えるが、こいつはもう使っちまったから、エネルギーを補給しない限りもう一回は飛べないな。ではそのエネルギーを補給するとどのように飛ぶのです。質問が多いな。お？この音は。まあ、あんな感じで飛ぶ。バカな。すごい。コンピューター、今のポッドはイーラスのものだな。誰が乗ってた。ポッドは陶器と同型、イーダスから射出されたものと判断します。乗員信号はありません。この先に町か何かがあるのか。この先、すごい。この先にはメドゥームの遺跡しか。ねえ見てこれ姫。遺跡か。悪い、この剣もう少し借りるぞ。おい、仲間の命がかかってるんだ。お待ちください、我々も行きます。メドゥームは広大な遺跡群です。もしかしたら人手が必要かもしれないでしょ。ああもう分かった、頼む。私はレティシア、こちらはアベラルドと言います。アベラルド、レイモンドさんに同行します。武器を下ろしなさい。もうご勝手に。よし、兄貴、一旦離れる。後でな。分かった、気をつけていけ。消えた。期待通りの反応ありがとうよ。説明してやりたいところだが、まずは俺の用を済ませてからな。ええ、分かりました、レイモンドさん。丁寧すぎるのは面倒だ、レイでいい。
ええ、わかりました。レイ。よし、行くぞ。メドゥーム遺跡はすぐそこです。西側の柱をたどっていけば見えてきます。方角は星で読めますか？こっちでは。このまま道なりに行きましょう。終わったな。剣なんて握るのは久しぶりだが、まあまあ様にはなってるかな。筋肉痛にならないといいな。どうだ、役を果たすんだか。死ぬわけにはいかん。私が行こう。モンスターのいる夜の、こんなところで人に会えたのは行幸だったな。何やら訳あり臭いんだ。
少し休んでおきましょう。少し休んでおきましょう。姫、あの男得体が知れません。そうね、でもいい得体の知れなさよ。そんな悠長な。ねえアベラルド、私あなたが姫って呼ぶことを止めなかったわよね。まさかあの男に。すぐに正体を明かすことになるわ。それにもし旅の目的を果たせなかった時はレイをお連れすることになるかもしれない。何者かがいるぞ。周囲に警戒を。少しは強くなれたかしら。
に任せろ。私が行こう。ここからは私が。いや、前方に敵がいるわ。ご心配なく。沈黙したようだ。前方敵だ。皆さん気をつけて。みんな、なんとかなったら。こちらからはメドゥーム遺跡に行けないんです。戻って迂回しましょう。休んでおきましょう。あの階段です。遺跡の入り口へとつながっています。わかった、急ぐぞ。覚悟はできてる。しゃあねえな。
ないか。素敵な品ですね。この階段高くて届かないな。無理に登ったら崩れそうだ。なら迂回するか。西側なら登れそうじゃないか。素敵な品ですね。暗くて視界が悪いですからね。足元に気をつけてください。またさっきみたいなのが出てきたら嫌だな。あれはこの辺りの主、そう簡単には現れないはずだ。ならよかった。死ぬわけにはいかん。二人とも結構身のこなしがいいな。モンスターとの戦いになるといいな。ハイランさんの感じはそれくらい普通なのか。ええ、まあある程度は。へえ。メドゥーヌの遺跡、本当に広そうだな。
このオーシディアス王国の理術の歴史に必ずその名が登場する。古代の理術師たちの都市です。知らない言葉については後で聞かせてもらう。とにかく今はあの崩れたあたりまで行くぞ。足元に遺跡というか廃墟だな。道が閉ざされていないか心配だ。人が訪れなくなって久しい場所だ。足場が脆い場所もあるかもしれない。あんたたちにガイドを頼んで正解ってことか。我々も知識として知っているだけで足を踏み入れるのは初めてだ。油断するな。少し休んでおきましょう。どんな歴史があるか知らないが、野蛮な先客しかいないようだな。この国がまだ今の形になる前、ここは大陸西部に起こった国の中心でした。この地でこの国の現在につながる多くの文化や知識が生み出されたと聞きました。時代が変わって荒くれ者が集まりやんちゃするようになったってことか。少しは強くなれたかしら。これ以上は切る。お世話になりました。お世話に。
敵な品ですね。この距離は飛び越えられそうにありませんね。迂回して建物の中を進みましょう。そこで素敵な品ですね。ゼポ、我々に勝利。遅れを取るなよ。前方に敵がいるわ。この上に脱出ポットの信号あり、乗員信号はありません。この声は何なんだ。ついてきているのか。アベラルド、敵ではないと分かったのですから、もういいでしょ。今は目に見える敵に集中しましょう。あ、はい、そうですね。素敵な品ですね。素敵な品ですね。着きました。
この遺跡の中です。よし、行くぞ。頼む、無事でいてくれ。これは箱か。エレナ、バカ野郎。レイ？俺のせいだ。俺が見え張って積み荷を逃がそうとしたから。エレナ、すまない。レイ！製造番号004213、デュマ起動、保護対象を確認。これは保護対象に警告。恒星体の接近を検知、保護モードを開始。姫、ご無事ですか？ええ、でもこれは一体。話は後だ。来るぞ。その恒星反応を検知。警告、エネルギー完了。恒星反応発動停止。撃破。やった。恒星反応発動停止。終わったな。行く。
定。警告、エネルギー残量不足。俺にも何が何だか。貴様の荷物なのだろう。いや、俺は運んでただけだからな。このオーブ、リュマという名なの？さっきはいろいろおしゃべりしてたわよね。恥ずかしがり屋さんなのかしら。いや。レイ、この力は理術ではないのですか？その理術っていうのは紋章術みたいなもんか。紋章？ああ、いや、とにかく二人とも付き合わせて悪かったな。助かった。これも返す。この後はどうなさるおつもりですか？行方不明の仲間を探しに行くことになるな。この国は広大ですよ。歩いて行かれるのですか？道中ロギンなどはどうされるのです？空飛ぶ乗り物が落ちたなら海をまたいでいるかもしれませんよ。レイ、どうか我々に力を貸してください。見返りにあなたの仲間を探す道行きをお手伝いします。お互いまだ名前しか知らない仲だぜ。ええ、ですから私たちはもっとお互いのことをよく知るべきだと思います。姫、アベラルド、私は彼に協力を仰ぎます。その結果起こることは全て受け入れます。私の名はレティシア・オーシディアス。このオーシディアス王国の第一王女です。このアベラルド・ベルグホルムは側近の騎士です。ほう、あんた本物のお姫様だって？信じていませんね。あんたたちが俺を怪しんでるのと同じくらいにはな。この遺跡から南に下った場所にラーカスという村があります。そこで我々のことをお話ししたいのですが。剣、しばらく借りっぱなしになるぜ。武器をお渡しすることが我々の信頼の証です。朝か。まったく、とんでもない一夜だった。ええ、まるで世界がひっくり返ってしまったみたい。ラーカスの村ってのは遠いのか？今から出れば夜までにはたどり着けるだろう。
お前徹夜明けで夜までとかバカ言うなよ。一つ思いついたことがあるんですけど、この子なら危険な場所を飛んで避けることもできると思いませんか？できるのか？デュマちゃん恥ずかしがり屋さんなんじゃないですかね。戻る道となると行きと景色が変わるわね。方角は合っているかしら？ご安心ください。正しい道を戻っております。こんだけ壊れた遺跡じゃ慣れてるやつでもわからなくなるよな。総員、戦闘準備だ。戦闘準備。この古い建物を抜けていくのよね。はい、入り組んでいますから攻撃を見失う。遺跡群の出口です。デュマだったらこれくらいの建物は簡単に越えられたりしないのか？やっ、壊れるよ。みんな活動停止。撃破。なんとかなったな。警戒態勢を。反応、活動停止。先を急がなければ。敵の行動が読めん。
分かったわ。